はい、ブルーベリーの収穫終了しました。今自宅まで戻ってきました。で、今日収穫したのがこのくらいです。で隣にちょっとペットボトル、小さいペットボトルですね、 485cc のペットボトルが置いてあります。で今日収穫したのがこちらです。で今まで収穫した分をこの大きな袋に入れてあります。これ当然生のままですと腐ってしまうので、これは冷凍保存です。で収穫なんですが、自分は毎日だいたい同じ時間に収穫してますっていうのは、太陽の高さによってこのブルーベリーの実のね色の濃さがちょっと変わっちゃうんで、どうしても太陽が高くなると色が薄くなります。太陽が低いと色が濃く見えますので、だいたい何時頃という時間を見て、同じ物差しでね、まあこれもなかなか収穫始まりはねばらつきが多いんですけど、だんだん、何日かやってるとまあ、ばらつきがなくなってくるのかなと、だいたい色の濃さで、収穫時期を判断してます。まあ、プロの農家さんはねまた判断の基準が違うかもしれませんが、竹市農場ではそんな感じで試行錯誤しながらやってます。これで、今年の、収穫は最後です。でこの今まで取ったやつ、これで10回分ぐらいかな、大体重さにして5、6キロです。これを、まあ、煮詰めてブルーベリージャムにしたいと思います。どうでしょう。大体ざっくり3分の1ぐらいになっちゃうんじゃないかなと。やるのはね、自分じゃないんで、ちょっと知り合いにお願いしてブルーベリーのジャムにしてもらうんでわからないんですが、量的にはかなり減ってしまいます。またね、来年頑張ってブルーベリーやりたいと思います。以上です。